駒ヶ根高原のただいまリフト乗車中です。もう一本こちらの方に長いリフトがあそこに見えてます、あるんですが、今日は運休でした。したがって今日はここの番しか滑れません。前回訪問時は向こうの番しか滑ってないので、まあこちらの番は初滑りということでちょうどいいかもしれません。今日なぜか3月10日メンズデーということで男性は無料です。ですからまあ1本2本滑って帰ってもよし、ある程度良ければそのまま続けて滑ってもよしという感じです。あ、少し晴れ間が出てきました。今雨というかみぞれというか降ってます。さすがに支柱7本のペアリフト1本だと飽きてしまいますので、これでラストにしたいと思います。昭和63年9月竣工第1ペアリフト、これはスズランコースだそうです。